あの卒業式やら、うん、そういうニュースを取材にですね、うん、走ってると思います。もう頑張ってらっしゃるんですね。はい、でそして、なんといってもこのラジオの方では局長さんということなんですけども、はいはい、局長さんってラジオはもうこの、入社した当初から喋ってたんですか。いや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 、もうあのたまに人がいない時にですねレポーターに行ってくれとか、本当雑用係でですね、うん、うちはあのスタジオがサテライトスタジオちょっと離れたところにあるもんですから、CD を取りに行ってくれとか、もうそんな仕事ばっかりしております。そうなんだ。ラジオの方はもう結構得意ですか。いやいやいや、もうあのでもおしゃべりとても上手ですよね。とんでもございません。とんでもございません、はい、ラジオ出演はもう久しぶりですか。4年ぶりですね。4年ぶり、はい、でもまたちょっと癖になりそうじゃないですかね。いけませんねこれは。麻薬ですね。麻薬ですか。怖いな。怖いですよ。もう多分ね、日高さんの方はもう、都の上司に帰ったら、あもう自分が番組1時間持ちたいな、多分気分になると思いますよ。あの沖縄担当番組を持ちたいなと思っております。いいですね、はい、そうそう、お話を聞いたらなんと沖縄には結構ね、はい、いらっしゃってるようで。大好きなんですよ、ね、どういうところが好きなんですか沖縄の。本当人があったかいのが一番ですね。私たちあったかいですかね。大丈夫ですか。あもう今日ちょっと体温高めですかね。はい、上手だね。あのまた食べ物も美味しいですしですね、合ってるんでしょうね。でも美味しそうに食べますよね日高さん。もう昨日ね一緒だったんですけども、お食事ね美味しそうに食べてちょっと羨ましく思いました。いやもう僕はあの食べることしか得意分野がございませんので、うん、はい、いやいやとんでもない。ね、沖縄のやっぱどういうこの料理などが好きですか。いやもうあのソーキそばから、うん、何ですか、もうミミガーだったりも、もういろいろ美味しいのがあるじゃないですか、うんうん、宮崎では食べられないですね。うん、もうそれがもう大好きです。調味料からな何もかも。だってね、はい、皆さんあのステーキにかけるこの沖縄の A1 ソース、ね、これもなんか常備しているようで。そうです ね、はい、あの日本ストックを持ってます。ストックを持ってるぐらいね、はい、それぐらいは好きなんですよ ね。 そうですね。でもまたお酒もいけますか。やっぱ焼酎を飲んでるからやっぱりお酒はいけるんじゃないですかね。これ宮崎で聞いてる人がいたらまずいんであれですけどですね。泡盛を購入するために、うん、沖縄に足を運んでるようなところがございまして。はい、そうかそうか。昨日はまたここ弓炭村の地元のお酒、はい、東酒造が作っております泡盛残波、はい、青のボトル、はい、プレミアムボトルを、はい、飲んだと思いますけど、はい、いただきました。ありがとうございます。お味はいかがでしたか。いやもうもう初めてだったんですけど、うん、もうあれどこに行ったら買えるんですかね。もうずっと通信販売もしてるんでしょうか。ずっと瓶を眺めてましたからね。いやもう綺麗な瓶でそれもまた感動だったんですけど、うんうん、もうちょっともう口に含んだだけでも、はい、ふわーっと口の中にも広がって、もうこれが、うん、これが焼酎にはちょっとないところですね。もう甘い香りとこのなんていうんですかね。もう幸せな気分になりました昨日は。そうなんだ。はい、ありがとうございます。でも本当に美味しそうに飲んでましたからね。いやいや、はい、でもやっぱりああいう風に、ね、本当にもう興味を、この青森残波に、ね、興味を持っていただいて、このまた瓶にもすごく興味を持っていただいてね、また味が最高だったと言ってくれたおかげでね、日賀、酒造の原作社長多分聞いてると思いますけども、すごくまた青森ファンが一人増えましたよ。もう本当美味しかったです。ありがとうございます、ね、また、この青の以外にですね、はい、グリーンボトルというものも出ておりますので、あるんです。そしてまたこのね、あのシークワーサーで作った泡盛もありまして、はい、シークワーサー割りも、そして梅酒の方も販売してるんですよ、東蔵の方。飲み比べてみないといけないですね。飲んでみたいでしょ。これちょっともう一泊しとかなくて足りないでしょ。飛行機は何本まで持って帰ってよかったんですかね。でもそれぐらいやっぱりね、もう本当にやっぱりお酒も美味しいですからね。もうぜひね、まだまだたくさん美味しいものがあるから、ぜひまたね沖縄に来ていただきたいんですけども、はい、ちなみにこの宮崎県ね、都の上司も多分やっぱおすすめはあると思うんですけども、はい、ひどこさんのおすすめなんですか。いやあのもちろん焼酎の町ですから、うんうん、もう霧島、うん、沖縄の方ご存知なんでしょうか、あの、うん、
黒霧島とか、あ、もうもちろんですよ、あるんですけど、うん、地元のですね、うん、都の城宮崎でしか手に入らない焼酎とかもあるんですよ、うん、はい、もう本格焼酎霧島っていう、うん、銘柄に関してはですね、うん、もう地元でしか飲めませんので、はあ、どうでしょう、僕こんなこと言ってもいいんでしょうか、うん、もしよろしければですね、はい、お送りしますので、はい、ぜひお聞きになっていらっしゃるリスナーの皆様にもしかして、はい、プレゼントをいたしますので、リスナープレゼントをやります、1箱あれ6本入ってますかね、うん、はい、じゃあ6名の方に、はい、ぜひ飲んでいただけるとありがたいなと思います。わかりました、はい、じゃあ、日高さんの方が送ってきてくださったらリスナープレゼントやりましょうか。よろしくお願いします、ね、はい、その時はもうガンガン宮崎アピールをやりましょう。ありがとうございます、ね、もうその時も中継して、はい、もうよろしいですか、はい、ありがとうございます、はい、FM ミターの中曽根局長 OK ですか？ OK が出ましたじゃあもう電話中継をやって、はい、その時に PR をしていただいて、そうですね、はい、中さんの方からまた、はい、リスナープレゼントをしましょう。もう泡盛不安の私がおすすめする、うん、宮崎の焼酎でございますので、はい、じゃあもう間違いないですね、はい、ぜひ飲んでいただけるとありがたいなと思いますけれども、これ、はい、イモーニング、そしてこの時間に聞いてる人はラッキーですよ。楽しみに、じゃあ来るまでずっと聞いててくださいよ皆さんいつやるかわからないですからね1週間後ぐらいまでには、ね、はい、やると思います。わー嬉しい、はい、ということは3月いっぱいにできるかもしれませんよ皆さん。そうじゃない方4月の一発目にね呼びかけがあるかと思いますので、あ、楽しみですね、はい、ぜひ楽しみにありがとうございます。お待ちください。はい、ぜひよろしくお願いいたします、ね、また本当にこの、今後、ね、この日高さんがいる、宮崎の都の城市のあります BTV の方でまた FM タウンの方でいろんなことができたらいいですね。そうです ね、 ね、なんかやりましょうか、ね、なんかやりたいですね、はい、せっかくこういう風な番組もね、この局長さんでありまた部長さんの方も出てくださったので皮切りにもうスタートしましたので、はいね、ぜひまた沖縄に来る21回目の口実ができそうになりましたので、うんはい、もうぜひ来ていただきたい、またいろんなね本当に情報交換がねお互いできたら、ね、沖縄からもうねもう本当に宮崎の方に行っていただきたいの で、 そうです、ね、また宮崎からも沖縄に来ていただきたいので、はい、そうですね、うん、もうぜひ交流を進めてですね、うんうん、はい、沖縄の方は、うん、ぜひ宮崎へ、うん、もう宮崎の方はもう私がどんどん沖縄に連れてきますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあ今日はですね、またこの後9時までいていただきますのでぜひ皆さんですね最後のお言葉ももらえるかと思いますよ。さあこの時間はですね、なんと宮崎県の都城市からですね、昨日から入っていただいております、こちら日高さんの方ねお話をお伺いいたしました。日高さんありがとうございます。はい、引き続き CM の後も少しよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。Thank you.
さあ、お送りしてきておりますミニマムライモーニング、そろそろお別れの時間でございますよ皆さんね。さあ今日はですね、はい、皆さんにね、いろんな情報もお届けしましたけども、最後にちょっとメッセージの方をご紹介しましょうね。はい、ミクさんおはようさん。平成29年3月23日木曜日、大阪の天気は曇り、気温は5度から13度ということで、はい、大阪も少しずつ暖かくなってきましたね。残念、侍ジャパン決勝進出ならず。そう、ならなかったね。ちょっと触れたくない話題よねでもメジャーリーガー相手に6勝1敗とよく頑張りました。誰がどうこうではなしに、みんなで勝ち取った6勝にエールを送ります。準決勝は手に汗握る試合でしたね。負けたけれども、テレビ観戦で応援していて、なぜか悔しさがなかったですよ。小さい国日本が、大きな国この相手をですね6勝したんですからね、ということでまた4年後期待したいです。その時はおじさんこの世にいるかなということで、いてくださいよ、ね、いるかなじゃなくていてくださいはい、FM ターンスタッフの皆さん、リスナーの皆さん、今日も元気で頑張っていきましょうということでいただいておりますね。さあ、そして追伸といたしまして、昨日放送電波の調子が悪かったようですね。はい、母ちゃんごめんなさいね。みゆきさんしっかり喋りや声聞こえへんでと言ってたそうですごめんねあ、申し訳ないね。紹介したんですけどもねありがとうございます。はい、母ちゃんもみゆきさんの放送を楽しみに聞いているので、いたしくにぎえさびら。以上、昨日のやらけの出来事でしたということではい、こちらですね、大阪府豊中市ユンタンジャーバシャムッチャー、バシャムッチャーの可愛い区分からいただいておりました。ありがとうございます、嬉しいね。続きまして、みゆきさんおはよう、ラジオネームブヒだよということで、昨日骨継ぎに行ってみたけどかなり体が歪んでいたさ。先生やスタッフさんも親切で分かりやすい説明していたので、骨継ぎは私もおすすめです。また明日も行かないといけない。画像はどれだけ歪んでいるのかなですちゃんと画像をプリントしてもらえるので家族にも見せられますということで、あら結構な歪みですね。ひがみゆきもこの骨継ぎ通ってるんですけど歪んでますよね、本当にありがたいですね、嬉しい。はい、はい、武士さんありがとうございます。またよろしくお願いしますね。さあ続いてみゆきさん、日高社長さんになってる、日高さんこれ怖いですね。後で帰ったら刺されそうなので勘弁してください。部長さんですよ、はい、はい、日高さんはじめまして。聞き慣れない喋りのうさぎさんの耳のように、耳を立てて聞いていました。はい、都の城市で美味しいものありますか。喋り方から、日高さんの、鉛に癒されています日高さんへ、玉木貞子さんの歌の中から沖縄に恋したら送ってもらえたら嬉しいですということで、耳に残る歌に癒されて帰りくださいねということなんですけども、日高さん、はいはい、社長さんになってますけど部長さんでございますよ。はい、ラジオネーム、はい、恋花積さんからいただいてます。やっぱり生、はい、鉛鉛ってますかおかしいですね、はい、まあうちのラジオ局はですね、うん、諸方弁都の城弁ラジオ局を歌ってますので、はいはいはい、鉛ってていいんです。はい、鉛ってて正解です、うん、はい、標準語とかですね、うん、英語とか必要ございませんので、はい、はいそうなんだ、いかになまるかに、うん、勢力を注いでおります。はい、そう、私たちの方も本当にユンタンジャーなまりをよくするんですけどもねもう本当に、もう本当に一緒です ね、 そうですね、もう同じ匂いがプンプンしますもんね。コミュニティですから、コミュニティですからね、はい、許してくださ い、 はい、あ、でもやっぱり嬉しいですね、こうやってメッセージの方がね、日高さんの方にも届いたので、ね、都の城にお越しの際はぜひ地鶏を食べていただきたいと思います。地鶏ね、あ、はい、美味しいものありますかって来てましたからね。そうですね、地鶏のたたきですね、うん、多分私もう今日帰ったら今晩、うん、地鶏のたたきを食べると思うんですけど、はい、いいですね、焼酎と地鶏のたたき、はいはい、これもセットですね。あ、はい、そっか、もう宮崎といったらこのチキン南蛮ですからね。あ、チキン南蛮もありますね、はい、ぜひ。美味しいですからね、はい、チキン南蛮発祥の地でございます。発祥の地なので、はい、ぜひ多分今日皆さん、お昼が、チキン南蛮が食べたくなるんじゃありませんかねあ、沖縄でもありますか、チキン南蛮。 ありますよ、弁当屋さんとかにも。
でもね、私宮崎で食べたことあるんですけども、はい、あ全然違う本当ですか、うん、やっぱり本物はうまい美味しい。それは良かったです、うん、はい、ぜひ現地でお食べください、うん、はい、よろしくお願いいたしますね。さあそしてですね、もう一通届いているようなんですけれども、はい、行きましょうかね。あら、みゆきちゃん、焼酎欲しい九州の焼酎は飲んだことないのでお願いしますということでまだ応募もしてないのにもう応募当たりますよなんかさ、はい、もうね、はい、やろうねって言ったんだけどもね、イモーニングのリスナーの皆さんね、はい、このリスナープレゼントとかにはすっごい食いついてくるんですよ。もうね、電話番号とか言った時にはもうパンクですよ、はい、本当に、ね、そうですか、もう好きなんですよね。焼酎は芋で出てき、うん、できてますから、もう芋とつくものに関しては僕は敏感なんです、はいはい、もう芋型が大好きですのでそうね、はいはい、もうもう番組名が良かったですね。そうね、紅芋村イモーニングですからね、はい、わ、周りがまたこういう番組名にもまた見ていただいてありがとうございます。もう本当にいやいや、もう芋大好きですから、はい、一緒ですね、はい、でも嬉しいですね、やっぱこういったね、皆さんがやっぱり聞いてくださって、やっぱりまた宮崎の方にも興味を持っていただけたらね、嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたしますね。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございますね。はい、さあそれではですね、先ほどのね、小江花積さんのリクエストをねちょっと探したんですけどもね、見つからない、どうしちゃったんだろう。はい、玉木貞子さんの歌どっかに行っちゃったかもしれないので、でもこちらの方をおかけしながら今日お別れしたいと思いますね。やはり沖縄にせっかく来てくださったのでね、またまた宮崎県の皆さんもね、沖縄に来てくださいというね思いを込めて、この玉木貞子さんのですね、メンソーレウチナン会をですね、後ろのバックでお届けしたいと思いますけども、さあ、日高さんいかがでしたか。いや、もう楽しかったですもう久しぶりにドキドキしましたはい、もうあんまり特に聞くことないんですけどもこの年になるといやいや、とてもよかった、本当にこちらこそありがとうございました。楽しい時間をまた過ごさせていただいて、まだまだ聞きたいことたくさんあるんですけどね、言いたいこといっぱいあるんですけどね口下手もんだもんですからすいませんいやいや、やっぱりまだ本当に向こうにね、日高さん帰ってもやっぱり本当に1時間番組持っていただいて、もしくは、はい、何さんでしたっけ、朝の番組の有光雄太郎でございます。有光雄太郎さんね、はい、もうぜひちょっとやっぱりクロストークなどもして、ぜひ、ね、お願いいたします。やっていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたしますね。お願いいたします。はい、じゃあこれからもぜひ、宮崎の都の城市、皆さん足を運んでいただいて、また宮崎県の皆さんもぜひ沖縄の方に足を運んでください。読谷村の方にお越しくださいね。さあそんな皆さんのためにですね、この後観光情報番組読谷ラジオございますので、ぜひお聞きください。はい、本当に平子さん、もう長い時間ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。はい、またぜひ、足を運んで読谷村の方にも来てくださいね。はい、必ずお邪魔したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあその時にはぜひまた皆さんに日高さんのお声をお届けしたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは皆さん、今日も素敵な一日をお送りください。皆さん、いってらっしゃい。